佐藤俊太郎は日本の指揮者。宮城県仙台市出身。ロンドン大学で政治学を王立音楽院でバイオリンを学ぶ。1996年にイギリス室内管弦楽団を指揮、準指揮者となる。2000年から2003年までフィンランドのクオピオ交響楽団の指揮者を務め、2枚の北欧音楽の CD 録音を残す。8年間のパリ在住を経て、 2014年帰国。これまで、ロンドンフィルハーモニー還元楽団、フィルハーモニア還元楽団、ヘルシンキフィルハーモニー還元楽団、フィンランド放送公共楽団、オランダ放送公共楽団、ボストン室内還元楽団、プラハフィルハーモニアなどを指揮した。日本では、札幌公共楽団、京都市公共楽団、読売日本公共楽団、 新日本フィルハーモニー交響楽団、日本フィルハーモニー交響楽団、大阪フィルハーモニー交響楽団、九州交響楽団などに客演している。白井光子らとのマーラーの大地の歌の演奏が評判となる。ピンカスズーカーマン、ミッシャワイスキー、ナイジェル・ケネディラ著名なソリストとの共演も多い。2016年から2019年まで札幌交響楽団指揮者を務める。 ありがとうございます。